なんか結構えらいざっくりとして可愛らしいフェニックスになっております。色変えたら完全にドンキーコングに出てくるスコークスを思い出しますね。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ジェイソーオルグブルダヒロイナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター赤いドラゴンの続きになります。前回の動画でこちらの魚に組み替えました。今回の動画はこちらのフェニックスに組み替えます。赤いドラゴンと魚の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではフェニックスに組み替えます。フェニックスです。はい、魚からフェニックスに組み替えました。ちなみに組み立ては12分でできました。この作品名はフェニックスなんですけど、これフェニックスというよりかはなんかオウムとかインコみたいですねなんか結構えらいざっくりとして可愛らしいフェニックスになっております。はい、では全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。個人的に思ったのがこのくちばしの場所がちょっと高めになってますね。もうちょっと下だったらちょうどよかったんですけど、これは造形の都合だと思うので、まあこれは仕方ないかなって思います。続いて胴体はこのようになっていて、胴体の造形については結構簡単な作りになってます。ちなみに羽展開時の胴体はこのようになってます。足はこのようになっていて、続いて羽はこのようになっていて、羽のカラーリングについては前回の魚とほとんど一緒です。はい、そして尻尾はこのようになっています。僕はこのフェニックスの尻尾の造形がすごいよくできていると思います。ではこちらのフェニックスの可動範囲について説明します。まず羽がボールジョイントでこのようにグリグリと可動します。尻尾もボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。可動範囲自体は少ないんですけど、こういったポーズを取らせられるところが結構いいと思います。では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。このレゴクリエイター自体そんなに大きくないので、ミニフィグサイズというよりかはどっちかっていうとレゴマリオサイズだなって思います。ちなみに僕レゴマリオのドンキーコング持っていないんですけど、これドンキーコングと並べたら赤いスコークスに見えるな色変えたら完全にドンキーコングに出てくるスコークスを思い出しますね。ちなみにこちらのフェニックスなんですけど、はい、こちらのパーツが余ってしまいます。僕的に言えばこの新パーツを使わなかったことがちょっと残念だなって思います。せめて言うのであれば頭部か足にはちょっとつけて欲しかったなって思います。はい、レゴクリエイター赤いドラゴンのフェニックスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター赤いドラゴンフェニックスに組み替えてレビューしてみました。まず率直に思ったのが、これはフェニックスじゃなくてどっちかっていうとオウムかインコに見えちゃいます。3番目に作れるレゴクリエイターの割には結構ツッコミどころ満載だったと思います。ただ造形自体は結構よく作られていますので、オウムとかインコを作るっていうのであれば、これは結構いいかなって思います。はい、今回の動画でレゴクリエイター赤いドラゴンの3つの作品を全て作り終えました。3つの作品の中で僕が一番良かったのは最初に作れる赤いドラゴンです。2番目に作れる魚と3番目に作れるフェニックスはどっちかというと結構ツッコミどころ満載だったんですけど、造形自体はよくできていますので2つとも良かったと思うんですけど、やっぱ最初に作れる赤いドラゴンの方が僕は結構すごいと思いました。まず赤いドラゴンの動画の時にも言ったんですけど、今年の干支が辰年ということで赤いドラゴンで来たんですけど、僕はかっこいいドラゴンで来ると思いきや結構可愛らしいファンシーなドラゴンで来たのが結構面白いなって思いました。であとはこのレゴクリエイターには新しいパーツや珍しいパーツが入っていますので、パーツ取りとして買うのもありだなって思いました。ちなみにこちらのレゴクリエイターは1200円とお手頃価格になっていますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。個人的に言えばこのレゴクリエイターはツッコミどころ満載で結構面白いと思いました。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ